はい、どうもこんにちは、渡辺です。早いものでもう10月も終わりですよということで、いや今年もですね、残すところあともう2ヶ月ですね。11月12月だけとなってしまいました。で今回はですね、10月も最後ということで、10月のですねベストバイ、買ってよかったものですね、紹介していこうと思います。いや今月はですね、本当にもう神ガジェットがたくさん出てまいりまして、今回はベストバイということで、普通に購入したものの中で、これは良かったなっていうものを紹介していきたいと思います。それでは行ってみましょう。はい、ということでまず1個目がですね、ちょっとまずはね小物からいきたいと思いますが、こちらがですね、スマホのポーチなんですね。これエレコムのスマホポーチとなっております。これ今月ね4個か5個ぐらい実は買ってるんですけども、なんでそんなに買ったのかっていうと、まあ、自分の場合の使い方としては、これね、もちろんスマホポーチなので、この中にこうスマホが入るんですね。で一応これですね、スマホ1台分らしいんですけど、裏にもですねちょっとポケットついてるんですよ。なのでここにも実はねスマホ入れちゃうことができます。なのでこれ1枚で自分はですねスマホ2つ入れてますね。なのでこんな感じでですね、スマホをスッと、1台こう入れまして、でもう1台もですね反対側の方にこう入れちゃうんですよ。ちょっとねぎゅうぎゅうにはなるんですけど、一応入るんですよ、こんな感じで。一応これでスマホの画面はですね両方守ることができますということで、この状態でバックパックとかにですね入れちゃうんですよ。で他にもスマホを持っていくんで、他に持っていくスマホをポケットとかに入れておいて、ちょっとサブ的に持っていくスマホをですねこのポーチに入れてバックパックに入れてます。まあそうすることで、カバンとかバックパックの中で、スマホがね他のものにぶつかっても傷ついてしまわないように保護できるということですね。これなんで買ったのかっていうと、スマホの比較動画とかをですね撮るときに、もう最近だと4台とか5台とかですねスマホを持ってくんですよ。あくまで比較のためなので、しょうがないなと思ってるんですけど、そういうことがあって、でたくさんスマホを持ってくときに1台2台程度だったらポケットに入るんですけど、それ以上全部ポケットに入れようとすると、ちょっと体がもうスマホだらけになって重くなっちゃうので、バックパックとかにですねできるだけ入れたいと。だけどバックパックに直接入れるとスマホが傷つくかもしれないので、こういったねポーチをちょっと購入したっていう感じですね。これ1個ですね1109円ですね、 Amazon で売ってます。これを4枚か5枚か購入したっていう感じですね。非常にもうこれ活躍しておりまして、スマホを何台か持っていきたい時にちょっとスマホ守りたいという方にはぴったりだし、そもそもポケットにスマホ入れたくないよっていう方は1台スマホをこれに入れて、もう片方のポケットをですねイヤホン入れたりとか、ちょっとした小物を入れるっていう感じで使い分けてもいいみたいです。こちらはすごい買ってよかったなと思ってます。はい、で続きまして紹介していくのがこちらですね。はい、これがですねパナソニックの EWDT73A っていうですね、これドルツっていう、音波振動歯ブラシです。要は電動歯ブラシですね。これを今回購入しました。でこれはですね今年2023年発売のパナソニックのですね、電動歯ブラシの最上位モデルということで、Bluetooth も搭載されていて、スマホと接続してですねスマホのカメラで自分のこの、歯磨きを確認しながら、歯磨きの正しい手順みたいなところも出てくるので、その通りに磨いていきましょうみたいな、アプリとかも使ったりすることができます。でこの本体にですねライトがついてまして、このライトリングが押し付けすぎていたりとか動かしすぎていたりすると、この光ってですねお知らせをしてくれるんですよ。なので赤く光った時に、ちょっとこれ強く押しすぎだなっていうのがね分かったりするので、より効率的かつこの正しい歯磨きをですねできるように、なんとかこのねデバイス側でこのサポートしてくれるっていうね、そういったものになってます。ダブル音波振動ということで、2つの強力なモーターが入ってます。横がですね約31,000回、叩きが約12,000ブラシストロークっていうことで、かなりですねこの振動も強力なんですよね。でこの極細毛ブラシっていうことで、歯茎とかですねそういったところにもしっかりと入っていって、歯だけじゃなくて歯茎のケアもしっかりできるっていう感じですね。で実際これ今ね数日間使っていてですね、歯磨きした後の歯のツルツル具合が半端ないですね。ちょっと歯茎のところとか磨きにくいところもしっかりとですね丁寧に磨いてくれる感覚があって、もうめちゃめちゃね歯がすっきりしてます。で、充電するときは専用のですね USB 充電スタンド、こちらねフローとしてるんですよね。ちょっとおしゃれな感じになっていて、スタンドにポンと置くことで、充電することができます。USB の Type-C で、普通に充電できるので、この辺も便利だと思います。ただ実際使ってみて、こんなに違うかっていうのを今すごい感じているので、ちょっと歯のケアを電動歯ブラシの力でし
しっかりと行っていきたいという方は、ぜひチェックしていただければと思います。相当これは満足度高いと思ってます。はい、続きまして紹介していくのがこちらです。はい、これがですね、ファーウェイスケール3プロっていうですね、これファーウェイのこれ対素性系ですね、こちらを今回購入しました。で、実は対素性系ですね、これまでオムロンの対素性系使っていたんですけども、ちょっとこれもまた反応がいまいちで、測りたいのに測れないっていうことが結構頻発するようになってきて、まあちょっと調子が悪くなってしまったので、今回新しく購入しました。で、なんでファーウェイにしたかっていうと、ファーウェイのヘルスケアアプリっていう、まあ、スマートウォッチと連動してるアプリがあるんですけども、そちらの方で体組成計で測った時に、まあ、そのデータも同期されるんですよ。で、結構このファーウェイの、ね、スマートウォッチとかも使っている関係で、このヘルスケアアプリでよく見るので、まあ、それと一緒に体組成もですね、この、まあ、管理できるんだったらいいかなと思って、まあ、購入しました。で、結果としてはですね、これかなり満足度高いです。スマホのアプリの体重のところからですね、測定開始っていう風に押せば、すぐにこのペアリングが進んでいってですね、あとはもう乗るだけで、まあ、体重とか体脂肪とか、その辺ですね、しっかりと測っていくことができます。はい、で、一応ちょっとデータの方を見ていくんですけども、データはですね、体重のところをタップしていくと、こんな感じで見ていくことができます。グラフとかもですね、こんな感じで見れるので、まあ、すっごい分かりやすいですよね。ちょっとこの日食べ過ぎちゃったかなっていう時とか、ちょっと今日はね、体重落ちてきたなとか、そういうのもね、しっかりとこのグラフで分かるようになっています。まあ、結構細かいところまでね、こんな感じで、体格とかですね、体型とか、基礎代謝、体内水分量、めちゃめちゃ細かいところまでね、こう測定していくことができてますね。体年齢35歳ってめちゃめちゃぴったりなんですけど、まあ、こんな感じで見ていくことができます。はい、でこちら価格もですね、1万円以下ぐらいですね、で購入することができますので、まあ、これまで使ったことがあるオムロンの体組成計とかと比べるとちょっとね、価格も抑えめになってますので、すごくいいんじゃないかなというふうに思ってます。はい、はい、では続きましてですね、今月のベストバイの4つ目ですね、この後ろに実はちょっとライトが今月から追加されたと思います。ついにですね、この背景にちょっとライトを設置したわけなんですけども、こちらが今回ね、買ってよかったものということで紹介します。今回この背景のライトに選んだのがフィリップスヒューっていうですね、フィリップスのライトになってます。ちょっとですね、ライトの方ですね、じっくりお見せしようと思います。はい、ということでですね、こちらがライトの全体になりますということで、もうちょいちょっと広角にすると、はい、見えますね。一応こういうですね、バー型のライトになっています。で、下にですね、一応本拠地みたいな感じで丸くスタンドになっているところがあって、で電源が伸びていてですね、まあ、コンセントの方につながっているということです。で、こちら使い方は基本的にアプリを使います。電源接続して、はい、ちょっとアプリ見ていくんですけども、こちらヒューっていう、ね、アプリがあるんで、こちらを立ち上げますと、そうするともうこれ Bluetooth でペアリングされてるんですよ。で、今ね、これ電源をちょっとオフにすると、はい、これで今暗くなりました。で、もう一回ね、ちょっとタップしていくと、はい、つきますっていうところ。あと明るさなんかも、こちらのね、バーのところで、はい、ぐーっとね、弱くしていったりとか、まあ、そういった調整も可能です。基本的には最近ずっと MAX で使ってますね。で、あとシーンギャラリーっていうのがあって、これです、いろんなこの、まあ、そのシーンに合ったような色にですね、こう変えることもできるんですね。はい、今シーンがちょっとホノルルっていうね、シーンになったりとか、はい、今戻しましたけども、まあ、いろんなこういうね、シーンを変えていくことができるんですよ。はい、ちょっとこの爽やかな山を、吹き渡る風みたいなね、感じで、まあ、カラーにですね、グラデーションを与えることができるんですね。この辺も結構面白いところで、自由度めちゃめちゃ高いです。双方、おお、すごい、ね、グラデーションが、はい、ちょっとお見せするとこんな感じですね。いや、かなりこの色のね、自由度が高いです。なんでその時の撮影に合わせてですね、色変更できるっていうところも、まあ、すごい気に入ってます。あとグラデーションができるっていうところですね。よいしょ。で、あと、ね、それぞれに色を割り当てることもできます。これをですね、はい、今暖炉っていうのにしてみたんですけど、そうするとね、奥の方の色見てほしいんですけど、ちょっとこの炎がですね、もやーっとなってるようなこの動きをですね、出したりとか、そういうことまでできちゃいます。めちゃくちゃ自由度高いです。キャンドルにすると、あ、上だけ光るんだ。すごいね。いや、これ本当に自由度高いんですよ。はい、ちょっと色の設定をね、こんな感じで変えてみました。めちゃくちゃ自由度高いです。で、このセットがいいなっていう時に、ちょっとね、これをですね、シーンを保存とすることができます。で、まあ、撮影1みたいな感じで保存していくと、これいつでもね、この状態を呼び出すことができるようになるということですね。
はい、ということでまたちょっと撮影場所に戻ってきましたけども、さっきとねまたちょっとカラーが変わってですね、雰囲気変わったんじゃないかなと思います。まあ、こういうことができるんですよ。これ2台セットじゃなくて1台ずつですね、2台購入してます。で1台の価格が 44,800 円ですね。ちょっとこれも高めですけども、まあ普段撮影に使うねものですし、まあインテリアとして考えるとですね、こういったものもありかなと思って購入しております。まあこの後ろに置くものですね、インテリアとかライトとかめっちゃ悩んだんですけど、一応今回ですね、何ヶ月かな、6ヶ月7ヶ月ぐらいです、悩んで最終的にちょっとこれを選んだんですけども、良かったんじゃないかなと思ってます。はい、では続きまして紹介していくのがこちらでございます。こちらがですねアンカーの充電器になっておりまして、これね、上これマグセーフになっている充電器となってます。アンカー 3-in-1 キューブ with マグセーフというものですね。でこれはですね、使い方としてはまず背面にタイプ C 接続します。で、こんな感じで角度をつけれるんですけど、あとはもうこの状態でスマホですね、 iPhone を、はい、マグセーフ充電できますというものですね。はい、こんな感じでちょっと角度をつけた状態でマグセーフ充電ができる。でこれがまず一つの機能ですね。で実はその後ろ側にですね、さらにこれワイヤレス充電ついてます。なのでもう1台スマホあったらここにこう乗せてあげれば、今実はですねこの上のスマホに関してもマグセーフ充電ができているよというところ、これで2台同時充電ができる。でさらにこれですね、面白いのがこっち側ですね、押し込むとちょっと出てくるんですよね。はい、出てきました。でここがですね、Apple Watch の充電器になってます。 Apple Watch Ultra もですね、使っているので、そちらをですねここで充電することができる。で充電してないときはこの押し込んであげれば、まあ、すごくシンプルな、キューブボックスみたいな感じになると。しかもコンパクトなんですよ。でこの状態でね置いとくこともできて、まあ、このまんまこの上にですねスマホをこう乗せて、充電することもできますというものになっています。すごくシンプルな見た目に3つの充電機構が、まあ、入っている。でデスクの上に置いといても非常にねスッキリするっていうところで、これ今月購入しました。あー在庫切れになってる、これ売れちゃったのか。これもねすごくよくできてる、充電器かなと思います。はい、では続いて紹介していくのがこちらですね。はい、スマートウォッチになるんですけども、今ですね常時、最近つけているのは実はこちらでございます。ファーウェイウォッチ GT4 ですね。こちらを、まあ、日常使いするのにもう最近はずっと使っているというところです。でここ最近スマートウォッチもいろいろレビューしていましてですね、アップルウォッチウルトラ2とギャラクシーウォッチ6クラシックとピクセルウォッチ2ですね、この辺も全部レビューしてきたんですけども、まあ、レビューが一通り終わって、じゃあ日常使いでどれをですね普段ずっとつけるのに使うかっていうところで考えた時には、やっぱりですねなんだかんだ言ってこのバッテリー持ちなんですよね。まあ、最近レビューしているスマートウォッチの中でこちら一番バッテリー持ちが長くてですね、約2週間バッテリー持ちます。でこのファーウェイウォッチ GT4 に足りないもので言うと、まあ、フェリカですね、まあ、決済ができないっていうところぐらいしかデメリットないんですよ。非常に使いやすいですし、デザイン的にもかっこいいですし、トラッキングの精度とかですね、ワークアウトに使う時の精度ポテンシャルも非常に高いので、まあ、基本的に自宅作業してる時とか、まあ、ちょっと運動する時なんかは、まあ、これでいいかなっていうふうに思ってます。で他のスマートウォッチ決済系とかね、より便利な機能が使えるものは、ちょっと旅行行く時とかですね、出張行く時とか決済も使いたいなっていう時に、まあ、決済ができるスマートウォッチをね使えばいいんじゃないかなっていうふうには思ってます。まあ、その他のスマートウォッチの中では Apple Watch Ultra 2もですね、あれもバッテリー持ち結構良くて、なんか2日とか3日ぐらいいけそうなんですよね。なんでアプローチウルトラ2もですね、まあ、すごくいいんですけど、ギャラクシーウォッチ6クラシックとピクセルウォッチ2はやっぱりバッテリー持ちが本当1日ちょいっていうところなので、結構毎日ね充電をね必ずしないといけないっていうところがちょっとストレスになってくるかなっていうところなので、日常使いはやっぱりバッテリー持ち重視してこっちをね使おうかなっていうふうには思ってます。はい、価格はですね 49,800 円ですね。こちら 46mm の大きい方になってます。ちなみにですね、これもう1個購入してまして、女性向けのねファイオチ GT4、ちっちゃい方ですね、そちらをこの妻にねプレゼントしました。まあ、結構デザインのバリエーションとかもね豊富ですし、バンドもねいろいろ選べるので、まあ、気になる方はチェックしていただければと思います。はい、ということで、今月のベストバイ最後、第1位とさせていただくのが、よいしょー、こちらでございます。今回ですね10月新しいカメラ1台購入しておりまして、ソニーのですね α7C2 となります。こちらのカメラですね、
まあこれレビューもしておりましてですね、おそらく非常にこれ売れるカメラになってくると思います。まあ、長期間にわたってこれからもですね、ずっと売れ筋になるですね、カメラになってくると思います。まあ、なんでかっていうと、まあ、ソニーのこのフルサイズミラーレスとしましては、やっぱりスタンダードな性能が入ってますっていうところで、まあ、α7-4 とほぼね、共通の性能が入っていながら、コンパクトになってますので、まあ、かなり軽いですっていうところですね。で、撮れる映像のクオリティとかも非常に高いですし、まあ、画素数も高いカメラになってますので、まあ、APS-C 用のレンズも使うことができたりとか、まあ、静止画性能も高いっていうところですね。まあ、非常にこれ使いやすいカメラになっております。なのでこちらを使って、まあ、先日ですね、ソニーの α7C2 におすすめのね、レンズとかも紹介しましたし、まあ、今後もですね、サブのカメラとしてですね、使っていく頻度は非常に高いと思ってます。はい、ということで今日こんな感じですね。10月のベストバイということで、商品の紹介してきました。いや、この秋ですね、ちょっと神ガジェットが本当に多すぎて、いろいろですね、まだレビューが間に合ってないものとかもたくさんあるんですよ。早く出したいんだけどまだ、ね、レビュー完成してないみたいなものもたくさんあって、なかなかこの発売直後にレビューを上げるっていうのがちょっと難しいぐらいですね、レビューが渋滞してますね、っていう状況ではあるんですけども、11月も引き続きですね、新製品のレビューですね、やっていきたいと思います。はい、ということで今日こんな感じで以上になります。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。